今日はですね、皆さん、まあどうせサムネ見たらね、クリックしてるかもしれませんけど、ドラゴン細井との、差し飲み本音トーク企画なんです。だがバットしかし、あいつの遅刻です。やばいっすね。やばいっす。いや僕も人のこと言えた口じゃないんですけど、遅刻する特権も俺だったはずなんですけど、トマッピーが30分遅刻して。細い50分どころか55分遅刻してますね、あいつね。現れない、現れる気配もない。これがドラゴンです。皆さん本当になんかビビってる受験生、ビビってる教師、ビビってる医者、全員いたいっす。あいつこんなもんっす。マジでみんな気づいてないかもしんないな。時間とか守れないんですよ。病気っすね。なんか人の人生変えるビフォーアフターみたいな手術してるのもしないけど、俺の人生変えちゃってるよ。俺の50分返してよ。なんつってな。まあ待つか。皆さん知らないと思うんですけど、初めてなんですよ、差し飲み。マジで。しかも飯食ったのも、記憶に正しければ三浦会長とに呼び出された竜宮城での僕の賭けポーカー説教の日だけ。あの日に焼肉食ったのが最初で最後です。細井と一緒にいたの。ぐらい多忙ぶってます。はい。それが、玉空だか天空だかのドクター、細井です。皆さん、今日はですね、マジでいろんな話できると思うんで、そこはちょっと期待してみてください。初対面みたいな会話出てくると思います。そこ知らんかったのみたいな。そうなんです。だからしょうがないんです、そういう関係なんで。はい。まあでもね、ちょっとね突っ込んでいかないと、やっぱ細井君には。うん、みんながね、あいつも寂しいんじゃない。うん、寂しいよ多分ね。うん、まあ、そういう感じで期待してください。いやー、すいません。と来たか。いやー、申し訳、申し訳じゃねえよ。いやー、申し訳。ちゃんとさ、俺だけにしてよ、遅刻キャラ。なんで細いまで遅刻してんだよ。いや、違う違う違う、僕、うん、やっぱ物事に間に合ったためじゃあんまないっすよ。まあでもそれなんか岩井さんから聞いてたんだよな。いや、レートラだけは、うん、おじきやばそうだから、かなり気合ってますよ。おじき言うな。誰がおじきや。今日レートラなんか結構良くて、12時から1時じゃないですか、このレンジ。うん、俺ね、やっぱね、点で攻められるの結構苦手なんですよ、ね。あー、じゃあこれから20時から21時ぐらい来てって言うわ。あ、そう、それいいのよ。待ち合わせ点で合わせんだって言われても初めてなんだけど、ね、結構きついのよね。ちょっとレンジ欲しいのよね。なるほどね。そうだから、そうするとあ20時って書くじゃないですか、うん、そうしたら1時間レンジあるんで、まあまあ、ほら今日ちょうど55分遅刻してきてるんで、まあいいよいいよ。結果5分前行動。何がだよ。今日も手術するんですか。あ、おお、そうです、オペしてきました。すごいね本当に。今日はしかも、うん、あの包茎をね、まあ、してその方がもうやったんです。え、性転換ってことですか。違います、あのビラビラをね綺麗にするっていう。一緒にねやってあげたんです。ちゃんと医者でもビラビラ言うんやな。なんで僕にお願いしたのかとすごい気になったんですけど、そうですね、まあついでなんでね、包茎やるから、うん、先生ちょっと下も気になるんで、うん、やっといてくださいって。でもう直接見せるの恥ずかしいんで、うん、写真だけナースさんが撮ってもらって、あで見て、うん、やっときますねって言って。あんまりやらないですよ男の医者は。やっぱ女の人、そうなの、やっぱ女性の方がやっぱニーズあります、当たり前ですけどね。ああそうなんだ。そうけど、まあ、けど僕いつも思うんですけど、うん、やっぱ男性に見られるの恥ずかしいと思って女性の方がいいなと思うじゃないですか、うん、けどどうですか、ちょっとチンの脱毛してもらうときに、うん、男のナースにやってもらいたい。難しいな、確かに難しいな。いや、なんか思ったんですけど、普通におかしいじゃないですか、男が男のチン触ってておかしいじゃないですか。それの方がキモいかもね、確かに、ね、そう逆にね、うん、逆に矛盾してるじゃないですか。それはそうだ。いやだからビラビラも別に男の医者がやった方が本来組み合わせとしては、まあ、まあ確かに、そうか、そういいような気がするんで、ぜひ皆さん待ってます。誰に言ってんの、俺ビラビラないから。
てかここ何の店ですか？ここはですね、あの歌舞伎町で新しく見えたあのジョジョエンビルってビルなんですけど、まあ、その中のですね、なんとあの花水木さんというお店で、ああなんか結構高級そうな内装をバチクソ入れてる割にはあのお手頃な居酒屋なんですよ。へぇー、はい、関わってんすか？なんかいや、何にも関わってないです。何も関わってないんだ。はい、何も関わってない。なんならインスタで来てくださいぜひって言われました。あれ、はい、そう、オーダーいいですか？はい、じゃあ、チタハイで。チタハイボールで。はい。おー、やっぱそこはチタハイなのね。いや、やっぱちょっとね、大人っぽさ出していこう。まあいいんじゃないですか。じゃあ僕、白州のハイボール。あー、ちょっと元気出したいで、自家製蜂蜜レモンサワーください。ゴミじゃん、プーさんかよ。何がゴミだよ。はい、あと、なんか料理ってなんて聞いてます？いや、何も。あ、そうっすよね。何も言ってないですよね。お腹空いてたら、食べてください。あざっす。はい。踊ったらねー。あざまあ、このとりあえずの中でどれが結構おすすめですか？じゃあ、お通しであの自家製で作ってるお豆腐があるのでそれをとりあえずお出ししたいのと、はい、あとは花丸ついてるのとか。じゃあ花丸これ3つください。花丸3つで、はい、かしこまりました。お願いします。じゃあ、いきますか。いや、まあ、飲まないですからね。っていうかちょっとさ、俺ずっと疑問なんだけど、たまには俺と飲めよ。いや、つかこの部屋ボリュームマジ大きくね。うるせえ。お互いうるさく会話変えんじゃねえよマジで。え、てか、え、ちなみにみんなの生態知りたいんですけど、うん、週何飲んでるんですか？だってリューピーってさ、毎回ストーリーとかで、うん、今日もやばいみたいなのを朝の7時ぐらいに、はい、こいつ何なんこいつみたいな。いや、歌舞伎町でなんかタクシーとかの前でなんかこんななってるのをなんか今日もやばすぎる、明日のアポきついみたいなのをあげて、え、これ人類これみたいな。人類人類。いや、普通におかしいっしょ。だって人間としてプレイ時間がおかしいというか。だから寝てるのは午前中ですよ。え、午前を捨ててる。7時から12時寝るみたいな。そう。え、じゃあけど午後やることないじゃん。昼。午後めっちゃいっぱいあるのよ。いやいや、やってないや。だって13時から何すんねん。13時から打ち合わせとかいっぱい入れてんだよ実はよ。なんの？自分の会社の。まあ会社のとか。ああ、とか他とか外とか。そうそうそう。ね、最近新規事業も始めたんで、飲食とかいろいろやってんのよ俺は。で、だからそれでなんで朝まで飲む必要があるの？なんか関係性をもっとさらに良くするプラス、あの言いたいことを言い合う関係を構築するための飲みニケーションは僕はめちゃくちゃ重要視してるタイプ。うわ、だる。マジこういうやつさ、部活にマジ多いんだよね。そう、野球部、野球部、サッカー部、まあ、その辺あのね、めっちゃ多いんだよ。俺が連れてきたいんじゃなくて、みんなが連れてってほしいと思うから連れてって。なんか試合の後のさ、あの飯会とか飲み会めっちゃ重宝するタイプよねこれ。うわ、だるいわ。あ、違うタイプ。逆に。いや、というわけで細井さん、初差し飲み。いや、マジありがたい。乾杯。ありがとうございます。細井さんが医者になったのは何年前？僕医者10年目っす。今 35 だから25の時に医者になりました、はい、で、そこから、どれぐらい、なんか勤めたんですか？お勤めは。あ、お勤めが、1、2、3、4、5年。じゃあ30の時に独立したのね。そうですね、30。じゃあ今ちょうど5年目なんですね。そうです、30回です。じゃあ5年目でして、ちょっとじゃあやっぱ1、2年、3年目よりかは余裕ができるわけじゃん。いや、マジそれっすね。だから1、2、3はまず、飲めてない、運動もできてないです。はいはいはい、はい、趣味の時間なし、遊びの時間なしですね。もうキツキツっすわ。それが3年ぐらい。2年ぐらいがメインですね。で、ここ1年、2年ぐらいが少しだんだんこう人がまあ雇えるようになってきて、うん、え、ていうかさ、独立してから5年ってことはさ、令和の虎とほぼ同い年なんじゃないの？あ、そうっすね。独立した時は令和の虎やってたかなぐらいっすね。やってたね。多分そんぐらいっす。ギリっす。はい。だから、そうなんだ。そんなもんっすね。面白いね。あれだってリューピーも何年やってるんですか？僕はもうあの最初から出てるんで4年半ぐらいですか今で。自分があの要はオーナーになったのは、オーナーになったのは22です。だから、もう15年ぐらい。15年やってます。ああ、はい。な、俺起業は塾が先なんで。あ、そうなんだ。そうです。起業で言ったら、なるほどね。25で起業してるんで、だから10年目です。塾が10期目ですね。いい、すげえ。はい。めちゃめちゃやってるじゃん。そう。だからその後クリニックは5年遅れ、まあ修行をしてたんで、勤めて麻生先生のとことかも非常勤で行かせてもらいましたし。え、
塾は調子いいんですか？あ、塾はそう、毎年順調に伸びて、合格者がやっと去年で99人なんで、来年が3桁いけそうって感じですかね。はい、99人、すごいね。うん、合格者ね、延べですけどね。全部医学部受験でしょ？そうです、基本医学部受験で、はい。他はそうですね、去年はいなかったな、東大とか。いやですね、居酒屋とか行くの？いや、行きますよ。行きます行きます。てか普通に俺結構あれじゃないですか、ゴルフとか極真空手とか、はいはい、要するにそのまあ言うなれば結構リューピーとかと金持ちとかと飲むこと多いと思うんですけど、俺別に全然そこら辺の普通の人たちと飲み行くっすよ。あ、そうなの？例えば道場で試合がありました。道場行ってんの？あ、そう、あの新宿の代々木にある道場行ってます。極真空手の道場行ってて、すごいね。そこでも面倒みんな普通なんですよ。で、まあ、うんうん、みんな僕のこと多分金持ちだと思ってますけど、うんうん、多分その格闘技においては別に金もいくら持ってるか関係ないんで、うん、まあ、はい、だからそこはみんな一緒に、まあ、ちゃんと稽古して、みんな誰か試合出るってなったら応援してみたいな、はい、そういうので打ち上げとかたまにあるんですよね。あと忘年会とか。週何やってんですか？道場に行くのは水曜日ですね。で、昨日は水金どっちか行くようにはしてて、昨日行ってきましたね。ほう、はい。じゃあ手術以外の時間は空手が1日埋まってんのと、ゴルフはまず月水金が、うん、まあトレーニングなんですね、うんうん、で火曜日が撮影じゃないですか、うん、でその後はゴルフの練習に行きますね、うんうん、で木曜日が空き日なんですけど、うん、撮影がだいたいメデュケイトの撮影とかが夜入るんですね。で土日で、土曜日は一応フリーにしてて、うん、日曜日はゴルフの練習。なんで練習ばっかしてんの？いや、ラウンド行けばいいやん。あ、ラウンドはやっぱコスパ悪いんで。あー、うん、時間かかるから。だるいっすよね。だって移動が長いじゃないですか。あー、はい、まあわかる。なんか別にプロゴルファーになりたいわけではないので。なるほどね。そうだから、そのもしやっぱそれ思うんだ俺ね。ゴルフやめた最大の原因はコスパなんだよね。いや、コスパ悪いっすね。悪いよね。だからなんか何気今やってんのって多分その40代後半以降のためにやってる感じです。だから10年前投資みたいな感じですね。あ、そういうことね。未来のために使ってる時間が多い。そうっすね。まああと単純にやっぱこう今までやっぱ医者になってから、まあ言うなれば6、7年間ぐらいですかね、運動できてなかったですね。やりたかったんですけど、やっぱ起業してたりとか、あとクリニック開業したりとかして、でも自由な時間なかったんですよ、うん、でやっぱいろいろやり残したことがあるんですよね。ああ、極真空手も、まあ、中学の時からやってたんですよ。なんだかんだダラダラと受験でやめたりとかなんかしながら、だから正味、まあ、10年15年ぐらいやってるんですよ。すごいね。だらだらやってるんですけど、うん、俺黒帯取ってないですね。茶帯でずっと止まってるんですよ。あ、この間コメントで言われてたよ、茶帯かよ。あ、そうそうそう。いや、黒帯ってほんと難しくて、極真の場合は。そうなんだ、はい、で、やっぱりこの、まあある程度ね、仕事も落ち着いてきて、うん、で、やっぱやり残したことなんやろって思った時に、やっぱちっちゃい頃からやってたものをちゃんと伏せ、ちゃんと極めようみたいな。そうそうそう。あー、すげーわかる。ちゃんと人にやってましたって言えるぐらいの。うん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 。あ、それはね、僕ね同意です。あ、わかりますよね。なんか20代僕それこそなんかちょっとね浪費しちゃったんですよ。あ、だからまあ早めに起業しちゃったから早めにお金稼げちゃって、はい、早めになんかこうちょっとセミリタイアの 1,2 年やっちゃったんですよ。え、何するセミリタイアって。楽しそうじゃん。いや、なんかゴルフとあのダイビングしかしないみたいな。え、最高。やばだからその時結果何が起こったかっていうとクソつまんなかったんですよ。だからゴルフは確かに70代出ましたか、まあ、何も残ってない。はいはいはい。そう、だから別にじゃあなんだよみたいな。ああ、そうですよね。だから30代前ぐらいから俺何のために起業したんだっけってなった時に、はいはい、仕事ガチ頑張ろうってバチクソ頑張っていくうちに、てか仕事頑張るプラス運動ももっとやりたかったよなみたいな。そうですよね。だからそのやりたかったことって何だっけを問いただした結果、サッカーとバイオリン、最近はバイオリンですね、はいはいはい、最近はバイオリンとっていう感じなの。結局限られた時間で物事やるから人間って達成感が生まれるんであって、あ、無限にある時間をただ何かよくわかんないけど使ってると、リューピーみたいにつまんなくなるんですよ。いや、それだった、うん、だそれを早めに気づけてよかったと思う。まあじゃあちょっとお互いの話するか。はい、そろそろ。なんすか、お互いの話って。いや、細井が全然俺と飲んでくれないから。みんな飲んで何の話してるんですか。いや、意外とこういう話してる。え、だってキャバクラ行ってんじゃないですか。いや、あのね、キャバクラが全てじゃないんだよ、細井。
その後に、うん、実はこういうビジネス始めようと思うんですけどみたいなのが始まんのよ。あ、反省会があるんですね。意外とね、いや、女の子と喋ってる時間って実はそんなないの。まあ、喋っても意味ないですから、ね、意味ない意味ないっていうとちょっと持てなくなるからあれけど、確かにぶっちゃけ一緒にいる誰かといるためのなんか内装ぐらい内装やばい。いや、なんか一時期僕はなんでセミリタイアしたかっていうと、なんかお金以外に大切なものを求めるあのクソみたいな状況だったんですよ。なんかお金を求めずに何ができるかみたいな、なんだろうみたいなね、この人生ってなんだろうみたいな、冒険家みたいなポジションやっちゃったんですよね。あれはマジでいらんかった、本当に。ガリ痛いやん。痛いのよ。やっぱたまに痛いから、俺。ちょっと夢見がちなとこはハッピーと似てるから。ガリガリ痛いやん。だから、細井さんとかカブちゃんは、リアリストっすよね。結構。てか、普通に多分、受験強者なんですよ。なんだかんだやっぱ乗ったレールを着実に進んでいくのが好きなんですよね。ああ、なるほどね。そうだから、ここで例えば世界一周旅行に行けないタイプなの。行けないんだ。そう、いや別に行かなくていいし。そう、行かなくていいし。行かなくていい。いや、行ってみたいだと思うんですけど。あ、でもそれあるかも。だから受験強者のパターンはそうなんだろうね。こう行きたいんだよね。そうなんです。で、俺らはトマピも俺も高卒だから、ほぼね、まあ、中退だからね。はいはい、うん、ってことはあんまりそこに誇りがないから、そう、どうなっても行くとこまで行っちゃうぜみたいな。だって中退してもいいやっていうクソマインドじゃないですか。やめろや。あ、うん、そういうやつはビジネスも中退するんですよ。大好きだったよあの大学だからいきなりビジネスは中退して、いきなり中退してゴルフとダイビングやり始めるじゃないですか。あ、まあ中退というか休学っすね。いや、でも学歴だわ。林さん、俺、ハッピーの種族とカブちゃん、細井さんは何か毛色が違うと思ったらそうだわ、まあ、林さんだってコンプレックスあるからね、やっぱりその学歴コンプレックスって自分で言ってるから。モテコンプレックスじゃないですか。失礼だあの人モテてるから今ね、うん、いや今激モテだと思うんですけど、なんかほら、あの高校の時の写真とか見るとなんか陰キャっぽいじゃないですかいや、まあもともと合唱部ですから、まあ持ってないんすかね。いやいや、合唱部で食い散らかすやつとかいますけど、ね、いねえだろ。女の子多いから。いるの？え、わかんない。いねえだろ、絶対いない。なんか力合わせて声出そうって言ってるよ。なんか弓道部に結構やりちんが多いみたいな、あのよくあるパターンです、ね。弓道部やりちん多い説あるね。ありますよね。だから林さんも多分ね、すごい今こうすごい楽しそうだから、うん、いいなと思って。だから林さんって本当天才なんだなと思います、ね。あの人は天才っすね。すごいですよね。何かと何かをつなぎ合わせてビジネスを生む天才です。ああ、すごいですよね。うん、うん、本当にすごい。もうね、10年前からかける YouTube で全部やってきて、うん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 、いやー、フランチャイズだって、あのフランチャイズチャンネル、うん、もうだって、うん、上がってるんですよね。ああね、すごいよね。年商、そう、売り上げね。バケモンじゃないですか。バケモンっすよ。めちゃめちゃ残ってるでしょうね。うん、まあ全部使っちゃうんで。確かに。そろそろ多分会社の株とか担保にし始めるじゃないですか。いや、まだ大丈夫。そこまでじゃない。まだ大丈夫。うん、まだ大丈夫。すごいですよね。あの使い方もすごいですよね。うん、あの使い方はしない。したことある？ないっすね。ああ、やっぱ現実だよな。お金使わないですね、基本的に。はい、え、今何億持ってるんですか？いや、持ってないよ、そんな。え、だって資産めちゃめちゃやばいでしょ。いや、持ってない。うわっ、うわ、どんどん絶対嘘。全ベッドだってあなたのがある。いや、俺のがあるよ。だって金使ってないんだもん。やっぱ僕はめちゃめちゃ使うんですよ、こう見て。何に？まあ服はもう本当に年間1億使ってるからねバカでしょ絶対嘘や。いや、本当なの。マジで言ってんの？僕ね、コンプレックスが服装ダサいなんですよ。いや、今もダサいですけど。どこがどこが？あ、かっこよくなったと思ってたんですね。めっちゃおもろいんですけど。お前マジで大学時代にいじってきた同級生に似てるわ。クソだり。でもなんかこういうことを言われ続けて、マジであの服装にしかめっちゃベットしてないの。あ、しかじゃないけど他にもやってるんですけど。はい。けどいいっす。え、服、え、これそれ売るんですか、結果的に？まあ、あげたりの方が多いっす、ね。あ、なるほど、はい。もらいます。え？服ちょうだい？いらねえだろ。お前んちこないで言ったけど何もなかったやん。服何もないのよ。しかもあの撮影の時、まあ今日は珍しいけど、なんかあれじゃん、大体あのザンリーグじゃん
ほんまそれで、しかもあのこのチャンネルであの近々あのユニフォームまた一緒のあの似たようなの作るから、あ、作ってほしい作ってほしい、どうせそればっか着んだあれめちゃくちゃ、そう使い勝手いいのよねポロシャツはね、やっぱね。え、じゃあクローゼットすごいことなんですか。やばいっす。でそのために家をどんどん変えてるんですよ。あのヤドカリみたいな、なんかこの殻をどんどんあの広く、どマジで何着ぐらいあるんですか。もう400、500着とかあるんですか。全然あります。え、上だけで、上だけで全然。え、パパでしょ。アホなんですよ。いや、それすごいな。だって久保田さんと組んで中古洋服店やったらめちゃめちゃおもろいじゃないですか。そうだよね。だから俺ね、それちょっと思ったんだよね今日。いや遅くね。だって秘書さんいっぱいいるから写真撮らせておけじゃないですか。あ、そうなんですよ。クローゼット1日貼らせて。そう、あ、それやろう。俺買おう。買ってね。まあ細いは別にあげてもいいけど。くれ。こんなに撮影お世話になってるから。マジでくれ。服がねえんだよ。あげるわ。お前でもマジで多分悩まないたびに白か黒かしか着ないでしょ。いや、そんなことなくて。ちゃんと悩むの。いや、だってちゃんと俺エルメス、うん、あ、エルメス投資もしてるんで。おー、バーキンとかね。そうです、カバン。その前に食器買ったりとか。あ、そう、食器も服も。へえ。でもエルメスの服よくわかんないですよ、何がいいんだか。あるよ。まあ、サンダルとかね、あの男性服最近ちょっと良くなってきたし。いや、もうなんかその、はい、初期とかなんかこれ分かんない、ちょっとおじさん臭すぎるっていう、ね、そう、え、うん、これがおしゃれなのかみたいな。もう逆張りですよ、もう、うん、逆張り、自分を諭すっていうか、これがフランス、いいものなんだって。そう、これがパリ。あんま俺のことダサいって言わないで。お前も結構なダサさだからな、本当に。やっぱ、うん、毎回ダサいのよワイシャツが、うん。なんそれ、どこれ、こういうのがさ、どこに言ってんだ、それ。そう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 、舐めてんだ。この数珠なんだ、数珠は。数珠じゃねえんだよ。こういうアクセサリーあんだよ今は。首のそのあのなんか線路のなんかあの補修工事みたいな、ルイ・ヴィトンね、君も着てるやつね。誰にこうコーディネートしてもらってるんですか。自分ですけど。あ、だからこうなっちゃうんです。やかましいわ。なるほどなるほど。いやけどリュウビはスタイルもいいし、まあ羨ましいし、ね、急にフォローすんな。てかさ、マジ背高すぎんのよこの5人組。あ、そう、細井さんにね、あのかわいそうな発言というかコメントがいっぱい来るんですけど、あの身長バグりすぎて細井さんがチビに見える。そう、 俺平均値なんだけど。マジででかい、すごいっすよね、うん、いや、カブちゃんがでかいのよ。そうだ、あいつさ、なんかさ、あいつ俺と一緒だね。そう、顔でけえからさ、全然さ、なんかでかく見えないじゃん、スタイル的に。リュウビーとか顔ちっちゃくてさ、81あるからね、あいつね。でかい。え、林さんが80ぐらいですか。林さんも、あ、そうっす、80です。でかっ。 P83。 いや、俺林さんなんて動画で見てるとき162cm のデブだと思います。あ、デブは言い過ぎなんだが、うん、生であったら、え、めっちゃスタイルいいんだけど、怖っと思って。足細いから。足ちょっと、コメントによく来るから、足細い。林さんはなんでいつもあんな甲高い声で笑ってるんですかね。やっぱ合唱部なんですかね。いや、まああれは多分面白くてですよ、笑ってない人がいろんないじめっ子にあって笑わなきゃで笑えるようになった。笑い、引き笑いっすね。そう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 。まあというわけで最後に、じゃあ細井さん、はい、僕たちあの今非常に無駄とも思えるかもしれない時間をこのチャンネルにベットしてるじゃないですか。まあしていただいてるんですけど、はいはい、この5人組で何かをなせるんじゃないかみたいな、はい、何がなせると思いますか。いやけど、まあどうなんですかね。まあリューピーチャンネルでもいいと思うんですけど、はい、俺らの方がコムドットより面白いと思うんですよ。え、思う。いや、マジで。はい、それは思います。あいつらマジ思んなくないですか。もう数々のあの動画あの撮ってきてで編集したものを見てますけど、撮った本人も受けてますからね。いや、結構俺ってか編集マン優秀。優秀ですね。ほんとうまい。ほんとに、うん、ちゃんと僕たちが流しちゃってる部分もしっかりね、突っ込んでいただいて。すごいですよね。このチャンネルの僕の意義って、なんかちょっとだん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 なんか言語ができるようになってきたんですけど、まずそもそも全員がリーダーじゃないですか、それぞれの業界の、はいはい、で、それぞれの業界にいてもその中で頑張ってりゃいいのに、あの他とつながりたい謎な人たちなの。でこれってまあ外に矢印が向いてる人で、要するにいろんな知見のいろんな人たちと組んだ方がいろんなことができるし、面白いことができるかもしれないでまず集まってるんですよ、はい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 、でプラスそれぞれがリーダーなんで、誰が真ん中に来てもあんまり違和感がないんですよ。そうですね、てか同列ですからね。そうなんです、はい、それがまずめっちゃ他のグループと違うんですよ。リーダーが誰とかじゃないんですよ。
全員リーダーなんで。しかもなんか本来年齢差があるんですけどみんな、うん、それが関係ないんですよね、リーダーだから。あ、そうなの。そう、あんまり年齢差感じてないから。そうなんですよね、だって組織のリーダーじゃんっていう話なので、うん、そこがおもろいなとは思いますね。はい、だから全然もう正直ね、コムドット君たちには悪いけど絶対俺らの方がおもろいなとは思います。道を開けてもらえますか。チャンネルくれてもいいんだよみたいな。買い取ろか。マジで資本力の塊。買い取ろか。そんな持ってないやろ。うん、何ドットにすんの俺ら。ゴムドット。ゴムドットなんて、ね、意味がわからん、マジで。君は大事。うん、そっちね。そっちね、そっちね。まああともう一個はなんかこう日本の経営者がおもろい人がいるっていうのが結構このチャンネル大事かなと思ってて。はい。変な話、なんかあんまり日本の社長ってその上場してる社長の方々って当たり前ですけど B 面あんま見せれないじゃないですか。まあ見せれないですよね、だって上場してるから。しなんか自分の体裁だったり社員の思いだったりお客様への配慮だったりとか、はい、いろんなこうしがらみをともう突破して僕たちはなぜかお笑いに走ってるじゃないですか。, 笑い取ろうとも思ってないんですけどね、普通にただおもろいっていう。お前は取ろうと思ってるぞ、たまに。真面目に PK してましたけど、やかましや。まあでもなんか本当シンプルなことしてもあれだけ再生できるしてもらえるし、いやすごいですね、はい、でこれまだ始まって言うてまあ4月ぐらいに始まってるからまあ 3,4 ヶ月じゃないですか。そうですね、だからこう結構すごいことになると思うんですよ。まあちょっといろんなことやってきますんでね。いや今日すごいですよ、リュピーが持ってってくれたおかげですよ、はい、お願いしますよ。いや頑張りましょう、頑張りましょう。はい、というわけで本日のゲストは、細井先生となんと初差し飲み、これ人生初でしたよ。いや俺差し飲みとかしねえから。あー無性な。誰とも、まあ、マジでおもろい話したな今日は。いやーけどね、でもやっぱ前半多分分かったと思うんですけどめっちゃ真面目っすね。えそうっすかね。うん、何を照れてんの。いやなんかけどみんなそんなあんま考えてないってこと逆に。いやうるせえ。バカ扱いしたりしなかったりうぜえ。人生長いからさ、まあね、ねえまだ3分の1じゃないですか、うん、どうするってなるよね。まあね、うん、まあだから僕たちまだそうなんですよ、3分の1なんで、うん、こっからの3分の2をどれだけ楽しく生きるかをちょっとこのチャンネル含めてやっていきますんで。はい、というわけでまた細いと差し飲み2やるかもしれないからコメントください。どれだけ面白かったかコメントちょうだい。待ってるよ、バイバーイ。え、センチュリオンかっこいいな。ブラックカードかっこいいっすよね。何よ。いいな、こんな反射でもモテるんだ。誰が反射。え、ブラックカードのお話取りなよ。ここ今回してます。ざけんなよ。カード番号打つぞ、カード番号。ざけんな、いらねえだろ。これだってこれ無限に切れるんでしょ。これ無限に切れないよ、あのデポジットできるってだけだから。あ、デポね。かっこいいこれ。やばいこれ。やめろ。いいねいいね。いやこれみんな、いや俺も欲しいんですよ。あ、そうなんですか。いや欲しいんだけど結局さ、そのアメプラを使わなきゃいけないじゃないですか。そう、めんどくさいんだよね、だってさ、ね、ビジネスカードじゃないし。1年間ぐらい頑張ったらいけますか。ああ、じゃあ修行みたいな感じで頑張って。番号言います。379。やばいな、こいつ。え、他のさ、ところのまだ喋んのかよ。最上級カード持ってる。ほんとありますとかさ。え、見て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 。いや、見て、普通っすよ。おぉ、すごい。え、なんなのそれ。かっこいい。無駄遣いしてるだけだ。うるさいっつる。あとはもういいって。でも伊勢丹のこういう MI、うん、そうそうそう、これ使えって言われるよね。絶対こっちもいいよ。あ、そうなの。ポイントが貯まるから。そうそう、このこれ MI カードね、これね、うん、アメプラあるけど使ってない全然、うん、ああそうなんだ。え、これ使った方がいいわけだね。うん、使ったらこれになる。桑田さんのブラックをね、解約していただいて。なんでね、本社の方ね。ちなみに1回解約したらセンチュリーン二度と取れないらしいです。あ、要はだって年会費50何万でしょ。そうそう、55万よ。コンシェルジュ使ったことは。コンシェルジュありますけどあんまないっすね。秘書の方が早いんだよね。マジ結局ね。55万っすよ、月に。4万8000円ぐらい。月じゃない、月じゃない、月じゃない。
年間50万円。だから毎月5万弱をただただ払ってるんだよね。そうそうそう、よくわからない。なぜ何かに払っている。3年前。じゃあその前の年は結構ちゃんとブラック取ろうと思って頑張った。まだ喋んの。すごいな。林さんとトムハッピーがなんか待ってるらしいから行く。え、ちょっと待って、林さんとトムハッピーはセンチュリオンなの？違うと。気になるな。どうでもいいだろ。聞いてみようよ今日。カメラ撤収。カメラ。マジでマジでマジで。おい。桑田のセンチュリオン使って一日旅しようぜ。会見し終わった後に居座るな。いやいや。客だからな。センチュリオンのコンシェルジュだけ使って5人旅やりましょう。は？だから常に迷ったらセンチュリオンに電話のコンシェルジュ電話して。まあ、一人迷ってるんですけど、どうすればいいですかみたいな。やばいでしょ、そんな。なんかもう、この人痛いのかなって思わない。だって55万払ってるから、もう元取らんと。確かに。そう、だから、すべてセンチュリオン任せの、あ、5人で男で旅したいんですけど。行くぞっていうのをやりましょう。あ、それめちゃくちゃいい企画だわ。桑田のセンチュリオンでやる企画、めっちゃいいな、これ。すごすぎる。